サマセット・モームの名言に、イギリスで美味しい食事がしたければ、一日に3回朝食をとればいい。というのがあります。まあ、概してですが、それなりの金額を払わなければ、美味しい食事に当たることは少ないかとは思います。物価高のせいもあるけど、逆に、それなりの金額を払った場合には、かなりレベルの高い食事を楽しむこともできます。まあ、これは、どこの国の都市でも同じでしょうが。では、どうぞ。日本人寿司職人2人が、イギリスで販売されているパック寿司を評価した記事が話題になっていました。試食しているのは、19年の職人経験を持つ菊池さんと、ノブの寿司部門で料理長を務めるのりよしさん。イギリスで販売されている寿司は、日本のパック寿司と比べて、かなり醜いものだったみたいです。コメント欄では、日本と英国の安い食べ物について議論が行われていて、様々な意見が寄せられていました。わさび、レインボーセット、8.49 ポンド。5分の2点。マグロの色がやばい。もっと赤くないと。切り方も間違ってる。エビなんて、ご飯の方が大きいよ。ありゃ握りじゃない。全体的にカラフルで美味しそうだけど、クオリティが高いとは思わない。味は悪くない。クオリティは値段相応。30ポンドでこれだとダメだけど。センスバリーエス、オン、ザ、ゴー、フィッシュ、セレクション、2.40 ポンド。5分の1点。おもちゃの寿司みたい。ご飯はパサパサ。冷蔵庫に入れるから、しょうがないけど。ご飯の水気が多いから硬くなる。お米もクオリティが低い。日本ではスモークサーモンは使わないけど、まあいいや。ノブでは、若干スモークさせたものを使ってるし。マークス&スペンサー寿司ラバーエスコレクション7ポンド。5分の2点。ビートルートに漬けたサーモンって興味深い。なかんか良いアイデアだ。見た目もいいし味も悪くない。ご飯が硬いけど、マグロらしき魚は美味しくないね。チキンかな。謎だ。エビはセンスバリーと同じで、一番小さいサイズを使ってる。食べたくないね。太鼓、料理、寿司、ソールド、イン、ウェイトローズ、5.50 ポンド。いちご5点。ご飯に粒がない。安いから粉わさびを使ってる。日本でも使ってるよ。言葉もない。いつ、ベスト、オブ、いつ、7.99 ポンド。5分の3点。豆とアボカドは、初めてだけど悪くない。ご飯がベトベトしすぎ。ご飯がマシなら美味しいかも。マグロは硬いけど、味はいいね。うちのレストランじゃ絶対に出さないけど、わさび1のよりマシかな。海外の反応。日本人じゃないけど、東京に1年住んでた。あれ以来、寿司は食べてないよ。イギリスに戻って間違ってるのを見てそう決めた。この紳士たちを今度はわがままに連れて行ってみてよ。硬いご飯に、変な味付け、失礼な接客に対する意見を聞いてみたいな。スーパーの寿司を買おうと思ったことはないよ。自分で作った方がマシだね。イギリスのお店は、日本のお米を使ってるところが多いの？あれすごく美味しいよ。もし違ってるならゲームオーバーだ。ノースロンドンのベーカリーで寿司を買ってるよ。めっちゃ美味しい。シェフはバングラディッシュ人だけどね。イギリスには、もっと、外国人シェフと料理教室が必要だよ。料理文化は進歩してるけど、まだまだだから。礼儀正しく批判するアートが美しいね。残念ながら失われつつあるアートだけど、日本では失われてないよ。村上春樹の小説をいっぱい読んだけど、最高の食材で、シンプルな料理を作るのが鍵なんだよ。日本人は融通が効かないだけだって。日本でチーズサンドイッチを注文したフランス人がいたんだけど、ハムとチーズが挟んであって、ハムはいらないって言ってたよ。融通じゃなくて、クオリティの問題でしょ。レバーが嫌いだからって、キドニーパイからレバーを抜いてくれって言う？以下もレバーの入ってないパイを焼くのを待つの？
うちの日本人嫁がイギリス料理はまずいって言うんだけど、俺は好きなのに。嫁の影響を受けた息子もめっちゃ嫌ってる。日本ではイギリス料理の評判が悪いんだよ。イギリス料理を売ってるお店を探すのも楽じゃない。最高峰の寿司職人は日本の安物寿司のことをなんて言うんだろう。例えば100円寿司とか。感動はしないんだろうな。日本の安物寿司はイギリスにあらゆる寿司より勝ってるって。日本の業者は食品の品質にはるかにこだわってるから。アホな記事だな。英国のトップシェフに東京にビーフサンドイッチのクオリティを聞いたりする？お金を出せば日本のサンドイッチはかなりうまいよ。パンはひどいけどね。日本人は砂糖を入れすぎなんだよ。イギリスのマスターシェフたちが日本のコンビニサンドイッチを試食するのを待ってるよ。俺はイギリスの寿司を食べるくらいならセブンイレブンのカツサンドやいちご入りクリームサンドを毎日食べたいよ。日本のサンドイッチのクオリティはどうなの？どうせ5分の1点だらけでしょ。イタリア人シェフに日本人の料理虐殺を見せてもいいかもね。日本のイタリアンチェーンはしょぼいけど、めっちゃ美味しいマルゲリータを作るピッツァリアがいっぱいある。京都旅行でめっちゃ美味しいサンドイッチを食べたよ。山本喫茶のオムレツサンドが美味しすぎて3度注文してしまった。スーパーで買ったんじゃないでしょ？マイセンのカツサンドはうまいけどね。今のところオムレツとカツサンドが出てきてるけど、どちらもイギリスにはないから。チーズ&ハムサンドはどうなの？イギリスの同等品と比べても日本の方がうまいよ。残念だったな。日本のサンドイッチはマジでうまいんだよ。マイセンのカツサンドのカツはヒレ肉を使っていて、衣をつける前に厚さを半分ぐらいにまで叩いて伸ばし、また元の厚さになるよう折りたたむのじゃなく、周りを中心に向かって寄せるように成形してあるそうです。ソースも普通のとんかつソース大さじ8に蜂蜜大さじ1の割合で合わせると、マイセンのカツサンドのソースに似るそうです。昔テレビでやっていたのを記憶しています。